一日一ホラー、チャッキー王子の80年代ホラー映画館、地獄の門でございます。はい。ルチオフルチ、サンゲリアのルチオフルチ監督の問題作ですね。はい。まあ、あるダンウィッチという、まあ、ラブクラフトが書いた、まあ、架空の街で、牧師が自殺をして地獄の門が開かれるというビジョンを見た女性が昏睡状態というか、歌死状態で死んでしまいましてですね。 まあ、生き返ったことで、その、上国の門の扉を閉めに行くという話なんですが、まあ、このね、ゾンビ描写が異常にすごくてですね、そのゾンビに選ばれたら、内臓をゲロ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 吐いてしまう描写とか、あと、脳みそわしづかみとか、目から血が流れるとか、ウジ虫の大群が飛んでくるとか、ドリルで脳天突き刺しとかもね、5話のオンパレートでね、 もうこれ、字幕なくても輸入ビデオで見えた感じで、本当に嫌な映画でしたね。まあ最後もよくわからない終わり方するんですけども、この都市の、えー、本当にルチオフルチって噛みかかってましてですね、もうサンゲリアしかり、この地獄の門しかり、この後やる、あの、ビヨンドしかり、なんかね、えー、と、噛みかかった都市だったと思います、80年代っていうのは。はい。 えっと、非常にあの、ボアが苦手な人はやめた方がいいと思いますよ。あの、本当にあの、内臓ゲロ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 吐き出すシーンは今見てもゾッとしますしね。えー、まあ、ダンウィッチっていう名前が出てきた時点で笑っちゃいましたけどね。ラブクラフト目指してるんやと思って。まあよく秀逸な脚本を書いたもんだと思ったんですけど、本当 脳天ドリルだけはちょっとご勘弁をと思いました。そういうことで、さっきおじでした。